皆さん、こんにちは。Azure 資格対策講座へようこそ。今回は、スケーラビリティについてと、関連する模擬試験問題について解説していきます。本講座は、次の3つのパートに分けて解説していきます。まずはじめに、パート1の、スケーラビリティとはです。スケーラビリティとは、運用中のシステムを拡張、縮小させる能力です。 スケーラビリティを考慮した設計をすることで事業の必要性に応じたリソースの確保、コストの削減が可能となります。続いてはスケールの種類を見ていきましょう。スケールには水平スケーリング、垂直スケーリングの2種類があります。水平スケーリングとはリソースの台数を増減させることでシステム全体のスペックを調整することを言います。メリットは リソースを増やし続ける限りスペックの性能が上が上り続ける点スペック変更時にシステムの停止が伴わない点です。デメリットとしては管理するリソースの台数が増えてしまうことが挙げられます。続いて垂直スケーリングについてです。垂直スケーリングとはリソースのスペックを変更することでシステム全体のスペックを調整することを言います。メリットは 管理するリソースが少ないこと。デメリットとしては、スペック変更の際に、システムの停止が伴うことが挙げられます。今回のまとめです。スケーラビリティとは、運用中のシステムを拡張、縮小させる能力です。スケールには、水平スケーリング、垂直スケーリングの2種類があります。水平スケーリングとは、 リソースの台数を増減させることでシステム全体のスペックを調整することを言います垂直スケーリングとはリソースのスペックを変更することでシステム全体のスペックを調整することを言いますそれでは最後に模擬試験の問題を解いてみましょう水平スケーリングとは何ですか ?A サーバーの数を増やすこと B サーバーのスペックを 高性能なものに変更すること C サーバーをオンデマンドで利用すること D データベースサーバーを増加すること水平スケーリングとはリソースの台数を増減させることでシステム全体のスペックを調整することでしたよねよって正解は A になります皆さん正解できましたか 以上がクラウドの概念分野のスケーラビリティについてでしたご覧いただきありがとうございました次回以降も引き続き対策講座の動画をアップロードしていきますのでチャンネル登録をしてお待ちくださいそれではご視聴いただきありがとうございましたまた来週お会いしましょう